じゃがいも、ポテトサラダ作ろう。ポテトサラダ、ポテサラ、じゃがいも剥いていこう。前褒めてもらったね。うん、ちょっと嬉しかった。ピーラー変わったから、どうやろ。はい、剥けました。なんかいつもよりカクカクしちゃって。聞いてか、オッケー。お水ちょっとだけ入れてチンしよう。6分チン。きゅうり、きゅうりもポテトサラダに入れよう。きゅうりも入れてくれるんですか。きゅうりも入れますよ。きゅうり切ってこう。オッケー。きゅうりは塩もみしとこう。きゅうりオッケー。ちょっと置いとこう。じゃがいもどうかな。あ、めっちゃ柔らかい。オッケーオッケー。潰そう。はいはいはい、潰しますよ。こうですよね。はい、そうです。めっちゃやってくれるやん。急に潰したがりの男。あ、でも大丈夫そう。好きな食感にしといて。こんぐらい。あんま潰しすぎるとさ、うん、なんかあれな気もするし。わかるわかる。滑らかは滑らかで好きやけどな。うん、こんぐらいかな、じゃあ。うん、はい、オッケーです。じゃあさ、きゅうりの水も絞ってほしい。あ、絞る絞る。じゃあきゅうりと合わせよう。じゃあ味付けしていこう。お塩少々、お塩少々、マヨネーズ、好み量で、かつお節ひとつまみ。かつお節、うん、ちょっと和風というか。一回混ぜよう。もうちょっとマヨネーズ。ちょっとな。結構いる。いや、わかるよ、すごい。マヨネーズたっぷりの方が美味しいのもわかる。わかるんやけど、控えめにしてんねん、あいつ。よしよし、ベースはこれで OK。 梅干し、梅干し、今日はこれを入れてみよう。なんか美味しいらしいからさ、試してみよう。気になるよね。めっちゃ気になる。じゃあ梅干し2個入れよう。ちっちゃいし。とこのしそも入れちゃおう。目つぶしながら混ぜてみて。うわ、美味しそう。いいよね。え、うわ、めっちゃ綺麗。あ、いいね。これゆかりでもありかもな。これぐらいかな。でもあんまり混ぜすぎるのもな。そうね、今めっちゃ綺麗よ。よし、ありがとう。じゃあ盛り付けよう。めっちゃ可愛くない。なんかポテトサラダじゃないみたいやね。ね、美しい。はい、完成。かぶ、かぶ、収穫したやつ。まだ大きくなってたわ。今日はお味噌汁にしよう。オッケー。じゃあお味噌溶いちゃおう。はい、お味噌汁完成。鶏胸肉、鶏胸肉、鶏胸肉に今日はいろいろ挟んでみたい。ハサミ焼き、ハサミ焼きにしよう。そんな挟める。挟んでみるわ。じゃあまずはフォークでちょっと刺しとこう。やっぱこれを足んないと思う。まるよく聞けたな。そんなことないよ。オッケー。ほんで厚み半分に開こう。厚み半分、これかな。おお、大きい。ホッケみたいやね。ちょっと叩いて伸ばすわ。叩くのは綿棒の方がいいかもしれんけど、今日はいいとしよう。じゃあお砂糖と塩を塗り込もう。お砂糖小さじ 1.5、 一旦塗り込んで、じゃ
ラメントを持っている。お塩少々、ブライン液的な。うん、よし、オッケー。とろけるチーズ、これ挟もう。はい、確定です。美味しい確定。 1.5枚。うん、舞茸。舞茸、これ挟もう。挟めるかな、うまく。柔らかくもしてくれると思う。こんな挟めるんや。あんま無理せんとこ。ほうれん草。ほうれん草もう茹でたやつ、これも挟む。結構挟むね。うわ、チーズ上やったんかな。はい、どんぐらい挟めるかな。ほんとやね、意外とサンドイッチとかってかかって折り曲げたら出てくる。今そうなってるわ。こんなもんにしよう。 OK、 よし、じゃあ挟んでいこう。お、あ、お、いい、いいよ、すごい、いいやん、いいやん。こんな綺麗に戻せるもん。よし、ほんでよ、皮をちょっとめくりまして、ここにも、え、挟めるだけ挟むかけは。まさかの2だ。ビッグマックみたいなこと。そういうこと。オッケー。おお。あ、いいんじゃない。詰めれるだけ詰めてる。詰まったね。これちょっと縮んでどうなるかよ。ちょっと焼いてみよう。どうなるんやろ。オリーブオイル。うまく焼けるかな。これを皮目から焼きたい。いこう。よいしょ。わ、チーズ出そうやな。よしよし、中身が出ない程度にギュッと押して、皮がちゃんと伸びるように。いい感じよ。そろそろひっくり返そう。よし、うわあ、すごいね。なんか包めてはないけど。なんかドラクエとかであの宝箱のお化けみたいな。見に行く。詳しい。じゃあお酒入れて蒸し焼きにしよう。よし、一回開けてみよう。どうなってる？うわ、あれかな、舞茸の汁かな。すっごっ。ちょっと飛ばそう。なんか旨味はありそうやから。旨味ありそう。でもやっぱりもうちょっと少なめにして包み込んだ方が良かったかな。あー、いい感じになってる。え、これ味付けは？味付けもなしでいいかなと思って。塩、砂糖でさ、きのこもあるからさ、チーズと食べてみて足りんかったら塩コショウかな。よし、もういいかな。いいんじゃないこれで。よしよしよし、のせられるかな。確かに。じゃあ持っていくわ。すごい、巨大アワビみたい。確かにアワビっぽい。じゃあ仕上げにパセリ、別になくてもいいか。モリモリにしちゃった。最近の中で一番インパクトあるな。じゃあこれはちょっと今日切りながら食べよう。完成。いただきます。わお、わお、あ、うん、いいわ、かぶ。なんかこのかぶなんか上手にできてない。うん、これ気になるわ。うん、うん、あ、すごいいい、めっちゃ美味しいこれ。うん、騙されたと思って食べたら本当に騙された。うん、騙されてない。騙されてたら美味しくなかったってこと。これキュウリなしでカリカリ梅でもいいかもしれない。それはでも良くないかもしれない。確かに言われたらキュウリがすごいカリカリ梅に感じる。これ、うん、ちょっと切ってみて。開けてる、開けてる。ちょっとどうかな、気になるわこれ。うん、うん、もう一枚チーズいってもいいわ。もう一枚チーズいってもいい。やっぱお肉柔らかいな。うん、美味しい。よかった。この残ったソース美味しい。美味しい。
煮詰まってる。うん、ご飯が進むわ。舞茸もすごいな、やっぱ。なんかもう料理って化学式みたいな感じになって、本当に、うまみ成分っていくつかあるやん。それの組み合わせでめっちゃ美味しくなるっていうような。あ、もう本当化学みたいになってる。そう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 。へえ。ちょいちょい東大生かなんかがさ、そのうまみを掛け算して料理作ってるよ。へえ。たまに見るな。うまみかけるうまみ。で、料理の修行というよりも、頭良くなった方がいいんや。それもあるかもしれん。だから料理になりたかったら東大へ行け。そういうわけじゃないけど。クッキング桜。ドラゴン桜ないよ。金魚桜肉広しのちょっと旨味成分調べていい？旨味成分調べていい？めっちゃ気になってきた。そんなにでも旨味ってある種類？主要な旨味成分は3つ、うん、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸。え、1個目、え、ジェイソンさん？違う、グルタミン酸。グルタミン酸よく聞くね。よく聞くよな。なんか琥珀酸っていうのがある。琥珀さん、千と千尋の白の名前、琥珀川。いや、千と千尋面白かったな。めっちゃの旨味の話したいな。ちょっと分かりやすく教えてな。すごいカタカナ苦手やから。全部の食材、その3つのあれが入ってる。いや、そういうわけじゃない。へえ。グルタミン酸の代表は、トマトとか、昆布とか、玉ねぎとか、味噌、醤油。おお、結構ね。アレルギーか。カタカナの。イノシン酸がお肉系やな。鶏肉、牛肉、豚肉、カツオ節とか。で、グアニル酸が干し椎茸とか、キノコ類や。そう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 。グルタミン酸と他の2つ、その掛け合わせがいい。例えば、グルタミン酸持ってるトマトと、イノシン酸の豚肉を合わせると旨味が引き立つ。2つを掛け合わせることによってもう何倍にも旨味がなるみたいな。へえ。3つは？3つはちょっと分からなかった今すぐには。あ2種類っぽい。そのアミノ酸系のグルタミン酸と核酸系っていうののイノシン酸、グアニル酸を掛け合わせるみたいな。ただすごいのが、キノコはもともとグルタミン酸とグアニル酸両方持ってるって。へえ。だからもうすでに引き立ててんの。え、すごくない？最強よ。昆布だしを1としたら、エリンギで取っただしは22倍旨味がある。え、書いてあった。そうだ、なるほどね。ちょっと分かったのは、一回ホワイトボード買ってくるわ。ホワイトボード買ってくる。いや、紙でいいし。ちょっと旨味意識してこう。なんか勉強になったな。うん、美味しいは作れるんや。え、なんで？そういうことやろ。え、そういうことよ。可愛いは作れるみたいに。あ、難しい。覚えてられるよな。ねえ、え、そ、井下さんっていうのが、あれやっけ。え、いい、いい。あ、うまみ井下さんじゃない。ごちそうさまでした。